Power Records。どうもヒゲです。僕たちは5人のバンドで、僕がボーカルで、あとは彼と彼がドラム。あドラムです。ドラム彼がベースで、彼がギターです。はい、ギターやってます。よろしく。はい。ダワレコード30周年なんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いつもお世話になってます。ダワレコードのその音符のついた黄色いカード何枚更新したか知らないです。ポイント貯めちゃって。ね、ね。ピリポなんかね、すごいミュージックフリックスだもんね。そうですね、あのポイントいつも活用させていただいて、うん、はい、領収書とかもくださいみたいな。すごいいいテンションになっちゃった。すいません、いいテンションになっちゃった。とにかくタワレコード本当にこれからも僕たちを支えてほしいですし、なんか日本の渋谷のタワレコが一番世の中で CD があるとかって噂聞いたことあるんで、誇りに思ってます。誤解ばっかり言ってます。よろしくお願いします。30歳の時は俺たちそうですね、今よりはまだまだ中途半端なことを考えたと思います。近いです。失礼です。だからすごくその2年経ってね、今2年経ってすごく思うこともいっぱいあるし、みんなが30歳の時、これからも30歳、そういうことじゃなくて。まあ30歳俺たち何も変わんないよ。ああ、そうだね。これからもみんなと変わんなく一緒に踊っていけたらいいなと思ってます。ブラー、あれやったよね、あのイベント、タワレコでトークイベントとかさ、うん、やってるね。あれなんか最後に小市くんがドアーズ歌って終わったみたいな。ああ、トラメやで、ね、俺がすごい喉がやられちゃって、俺が本当はハートに火をつけてプレイする予定だったんだけど、本当に声が出ないから一曲まるまるこの人が歌ってブーイングだったんです。あの渋谷の今の場所のタワーがなかった前の歌川町、そうその時のタワーとか僕よく行ってましたね。すごいですね。あのおじさんなんで、サイゼリアのとこですよね、今のね、東急ハンズの前の。あったよあそこに石橋もあったんですよ、ね、忘れてた。であの角にね、バンドティアがあったんですよ。いやすごい、うん、そうだ、うん、いろいろ詰まってんだ。そう本当にタワーをあと10年生きてたら生き字引になれるよ。そういうこと。本当に生き字引、知恵袋みたいな、知恵袋みたいな。おじいさんの言うことは聞こうみたいな。No music, no life. Tower Records.